さあ、時刻は10時半を回りました。この時間は特別番組、言えるかな?チンギスチャーモン班でございます。沖縄市中央パーカーベニュー入り口、国道330入り口沿いにあります。FM 小座のスタジオから私、ユミと、大城美咲と、健城かすみと、与那嶺凛が、がお送りいたします。よろしくお願いいたします。さあさあ、実はですね、昨日かな ?10 月20日から、うるま市、具志川東中の3人が、職場体験で FM 小座にやってきました。ね。今日突然山内さんから、番組やってって、昨日か先週か先週。先週だね。先週言われて、そうそうやってきたんですけれども、まあ今日3人とも観客席もいますので、ね、楽しくやっていきましょう。はい、いいよ。はい、どうぞ。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp。また FM コザではユーストリームで映像と音声をインターネット配信しております。 FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイキャスも連動していますので、皆様からのたくさんのコメントをお待ちしております。よろしくお願いします。イエイ上手。いっぱい練習したさあさあ、一旦一回 CM を挟みまして、3人が考えた今日のフリートークを皆さんと楽しくお話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは CM その1。4、3、2、1。さあさあ、時刻は10時33分を回りました。お届けしている番組はチンギスチャーモンハンの番組でございます。さあ、この時間はですね、一人一人ちょっと自己紹介をしてもらおうかなと思います。誰から行く OK、 じゃあよろしくお願いします。どうぞ。具志川東中学校2年の大城美咲です。バレー部です。よろしくお願いします。どうぞ。はい、同じく2年の津健城かすみです。美術部です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。同じく2年の与那嶺凛です。帰宅部です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これさ、この今回 FM 小座に職場体験っていう、まあ、来てるでしょ。これは3人で FM 小座行こうってなったのこれいきさつちょっと知りたい。たまたまじゃん。たま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 仲良かった。それぞれ希望に書いて。あ、そうなの。3人集まりました。そうなんだ。こういった例えばこの声のお仕事なんだけど、こういった声のお仕事とか興味あるなっていうのは前からあったの？それか、なんか例えばラジオをよく聞いてるっていうのはあるの？こういう世界みたいなのちょっと興味があった。小学校の時に、働いてる人の話を聞こうみたいなので、ラジオの喋るパーソナリティの人が、はいはい、そうそう、学校に来ていて、それで興味があって帰ってきました。じゃあ将来はこうやってお仕事もつきたいなって思う？
うーんか。まあいろいろ見るのはいいよね。そうそう。そっかそっか。じゃあ今回、まあ、3日間明日までなんですけど、まあ、楽しくやっていきましょう。てんてんてん。緊張してる人。はい。はい、そうだよね。自分も緊張する。さあさあ、じゃあですね、3人が考えてくれた今日の、まあ、トークテーマ、1個目発表してもらいましょう。テーマは、はい、3人の好きなものです。3人の好きなもの。これは各それぞれが好きなもの。はい。なるほど。で、2個目は学校で人気なもの、流行っているもの。いいね、いいね。振られるの、リンガ。なになに、もう一回、もう一回。もう一回、もう一回。振らない、普通。え、いいよ、いいよ。あ、なに、一個目、1個目のテーマ。じゃあですね、この各3人の好きなものと、学校で人気のものをテーマを分けて前半と後半っていうので分けて話していきたいと思います。じゃあまず最初に好きなもの、どうぞ。りんちゃんから。りん、アニメが好きです。アニメ、いいね、いいね。一番ブリーチが好き。いいね、ブリーチ面白いよね。面白い。わかる。面白い。どうすればいい、どんな話。そうそうそう、ブリーチはどんな話。幽霊が見える主人公が死神から死神の力をもらって、うん、ホローとか、うんうん、いろんな敵と戦う話、うんうん、これさ、もう最初から、例えば第一章からこの今までのやつも全部見てる。マジで。DVD は全部見てる。すごっ。お父さんと一緒に見てる。お父さんと見てるの？お父さんもブリーチ好きなの？なんでなんでなんでそのま。なんで。いろんな人、いろんなもの見るから。へえ、いいね、家族で見れるって。そっかそっか、わかりました。はい、じゃあ次も。次は誰？また。あ、まだあった、ごめんごめん、まだある。じゃあ、りんちゃん他に。あれ、あ、そっかそっか。ハニーワックスっていう中高生に人気の曲を作るグループがあって、うん、なんかそれを、その曲をもとに小説とかも出ている、うん、とても青春な感じなんです。青春な感じ。恋の話。これさ、見てるときってキュンとかするの？あ、そんなんじゃない？なんかいい。なんかいい。こんな言えない。こんな場面があったらいいなっていう感じの入り込めるのかな、このアニメに。あ、こんなのいいなっていうなる。曲が好き。あ、そっかそっか。おすすめです。おすすめです。皆さん見てください。じゃあ、美咲は。自分は部活がバレーボールなので、バレーが好きです。いいね。ずっと練習もしてるの？お家で。お家でも、はい、学校でも。本当。これはさ、いつからバレーをやってるんですか？小学校5年生から始めました。え、これはもう小学校からあったの？小学校から。バレー部みたいなのがあったの？があって、また中学校入ってからも。そのまま続けて。いいね、いいね、いいね。さあさあ、ちょっとね、ここで途中なんですけれども、実はね、応援メッセージが来てるんですよ。応援メッセージちょっと読んでみるね。具志川東中職場体験楽しんでって来てます。さあ、まずはじめに FM 小座さん、職場体験を受け入れてくださりありがとうございます。生徒のみんな、お仕事頑張ってますか？誰？プロの方々のお仕事を見て、学校だけでは学べないことを知って、気づいて、心身ともに成長できることを願ってます。今日の給食何かなって。みんなお仕事頑張ってねって来てます。ありがとうございます。ありがとうございます。先生かな？先生かな？
ありがとうございます。そうそう、こうやってメールとかもね来て皆さんにお届けする仕事もやってますので、でツイキャスの方にも実はメッセージが来てます。大塚健二さん、おお、その声は、あ、多分これ私に向けてだと思うんですけど、そうそう、由美です。でまたまた大塚健二さん、放送現場体験できるのかいいな、そこは学生さん即答だとお姉さんたちはご機嫌になるのにっていいね。で大塚健二さんもね、好きなもの、自分が好きなものをコメントしてくれてます。大塚健二さんが好きなものは山内氏はじめ小座のスタッフさんだからねって。嬉しいね。そうそう、ありがとうございます。さあこうやって、番組も進めていきますが、ごめんねごめん、途中だったね。どうぞどうぞ。はい、じゃあバレーだね。バレーだね。他にある好きなもの、他は宮野守さんっていう声優アーティストが好きです。これはアニメで言ったら何か有名な、みんながわかる声優とかもやってるの？みんながわかるの？7つの大罪がやってたんじゃん。なんか7つの大罪とか、ごめん全然分かんない。今時のやつに、あ、今時のやつに入ってる。ちょっとまだ今時のやつに乗れてないな。ちょっと頑張る。でも最近は VS 嵐とか目覚ましテレビにも出てて、うん、ほうほう、そうなんだ、ね、なんかこれゲストで、舞台とかもやってて、へ、最近人気が出てます。そうなんだ。これじゃもう今後もあれだね、見どころ満載だね。はい、オッケー、その人が好きってことね。はい、わかりました。次かすみは、私は米津玄師さんっていう、うんうん、ネット初のシンガーソングライターさん、アーティストさんが好きです。うんうん、なんで好きになったの？最初は米津さん名義の前に、あの初音ミクとか、おうおう、いるね、ああいうのを使って作ってた曲を聴いて好きで、そしたら最近映画の主題歌とかも、おうを書いて、なんだっけ、花火だっけ、うん、打ち上げ花火、あ、そうそう、打ち上げ花火。ごめんごめん、いいんだよ。そっか。この花火、いや、打ち上げ花火とかを、まあ、見てもっと好きになったの。はい、結構 CD とかも持ってる？あ、今 CD じゃないか。先生。先生今携帯ですね、時代はね。そうだよね。CD じゃない、携帯で聞いてるの？パソコンに入れてます。あ、パソコンに入れてる。そっかそっか、じゃあもう時間があったらずっと聞いて癒されてるの？元気もらってる？はい、どっちも元気もらってる。癒されてる。癒されてる。まあね、声がね、結構透き通る声だからね、さんね。そっかそっか、わかりました。じゃあもうこれ聞いてたら、これ全国で流れてるから、声はね、そうそう、もしかしたら聞いてるかもしれないし、聞いてて嬉しいね。了解、わかりました。他に何かありますか？OK かな、はい、じゃあね、打ち合わせの時に、何曲か曲をね、チョイスしてもらったんですけど、まあ、3人最新の曲はね、ちょっとごめんね、なかったんだけど、米津玄師さんでピースサインちょっと聞こうっていうので、ちょっと皆さんに聞いてほしいっていうことで、まあ、選んだので、ここで1曲流しましょうか。はい、じゃあ皆さんぜひ聞いてください。米津玄師さんでピースサインです。どうぞ。
さあ、お届けした曲が、米津玄師さんでピースサインでした。さあ、後半はですね、学校で人気のものをテーマとしてますので、その話をしてもらおうかなと思っております。よろしいですか？はい。どうぞ。はい、学校で人気なもの。そう、今学校で人気なもの、何でしょう？私のクラスでは、うん、ハニーはさっき説明したハニーワークスの小説がなんか流行ってて、なんかあまり詳しくない人もなんか小説読む人が結構多くなってきている。いる？みんな読んでいい。読んで。へえー、そうなんだ。共感し合ってる。曲知らなくても読んでる人が結構多い。なるほど。他にはある？この今人気なものみたいな。やっぱ一番は K-POP。K-POP 来ました。 K-POP。BTS とかね。今何この K-POP って前までは確かねビッグバンとか、そう。なんだ東方神起とか2PM とか前まで入ったのあとね、なんだ少女時代、わかる？あ、よかった。名前だけ何だったけど、今は BTS 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 なんか BCG みたいなBTS ね、BTS。 他にある？ TWICE 来ました。 TWICETT とかだよね。TT、これなんかみんなでやってるの？イエイイエイ。あとシグナルとか。へぇ、何それ。やらないの？ちょっとわかんない。そうなんだ。でもやっぱね、みんな中学校で流行ってるのは K-POP。 やっぱノリノリだから、ノリね、曲の方も聞きやすいだろうし、結構ね、日本語バージョンも結構あるから、覚えやすい。カラオケとかでも歌ったりする？歌ってた。何、3人で行ったの？カラオケ。2人で行ったの？こっちと一緒に行った時に。歌ったの？歌って。本当？なんかすげえ、途中でなんか。歌うっていうか、りんちゃんちょっとノリノリになってきた。すげえって言い始めた。いいね。なんかサビのところ歌えるのにその歌が、そう、サビだけ歌ってその歌は乗っとくみたいな。サビは日本語で、例えばワンフレの歌詞とかは韓国語とか全部日本語？日本語、英語も。そうか。まあさ、この際だから結構ね、韓国語とかも覚えるきっかけとかになるかもしれない。あ、いるの？なんか韓国語の本を買って、なんか覚えて韓国に行くみたいな。そうなんだ。韓国に行くまでになってるんだ。なってる。かっこいいね。いいね。そっか。他にはありますか？下敷きの下り行く。下敷きの下り、さあ何でしょうか。ちょっと気になるんですけど、あのトゥワイスとかが好きな女子たちが、その好きな女の子の写真の下敷きとかを持ってきて使ってるんですけど、それを普通に、まあ、下敷きとか当たり前なんですけど、ノートにこう挟んでペンとかを突き立てて使うんですよ。顔の写真の下敷きだから。これ流行ってんの？流行ってる。下敷きグッズとか、シールとか持ってる人がいる。これみんなで交換とかしたりもするの？今日こんなの買ってきたみたいな。あ、してると思う。トワイスの誰々のシールあるよ、公開しようみたいなのあるの？してます。してる。あ、すごいな。なんかそれ貸してみたいな、そういう授業中に、ね、下敷きをやり取りしようとして、頭上をはいってフリスビーみたいに下敷きを投げるから笑ってる女の子が頭上をヒュンって飛んでいく。すごいな、なんかその光景。もうでもダメだよ、下敷き投げちゃダメですって教えてよ。危ないよって。もうお母さんみたいになっちゃった。いえ、先生がちょっとすいませんって言ってる。いいんです。そうか。
結構あれだね、いろんなものが流行ってるかもしれないね。自分なんか何だったかな、とにかくこのお笑い芸人とか結構やってる時代だったんで、番組をね、そんなのの例えば跳ねるの扉とかわかる、あ、ごめんマジかごめんごめん、とあるこのお笑い番組さんとかがねやってたものをちょっと真似したりとか、みんなでケラケラ笑ってるそうごく普通な日常だったから、そっか、下敷きとかはあれだった、やっぱ違うね、そっかそっか、楽しいなこうやって聞くの。さあさあ、今聞こえる BGM で流してるんですけど、はい、今流行りの TWICE の TT を流してます。これなんかさっきも言ったね、どんなってやるの、わかんねこんなこんなってやるの。みさき結構 K-POP 好きでしょ。まあ、まあ、歌うもんねそっかそっか、わかりました。さあ残り時間もですね約1分2分ですねとなりました。早いですね、ね、30分早いでしょ、早いそうそう早いんですよ、わかりました。今日はね先生の方ももうわざわざ FM 子様で先生のキャラなかなか面白かったんで一緒に入ってほしかったんですが、今度はねあのぜひゲストとして来てくださいね。今の教育はこんな感じですっていう紹介もいいと思うのでこうガラス越しで伝えるっていうねそうそう、はい、わかりました。さあ、昨日からですね11月20日から、うるま市具志川東中の、3人が職場体験として来ています。FM小座にですね。ですね、明日水曜日までやってますので、はい。まあ、ちょこちょこもしかしたら番組に顔出るかなっていうところももしかしたらあるかもしれないので、ね、その時は皆さんぜひ応援の方もよろしくお願いします。くしゃみしたい？大丈夫です。はい、わかりました。じゃあ最後にですね、一人一人、まあ、もう一回自己紹介、名前だけでいいからやってもらって、締めていきましょうかね。じゃあ、美咲からお願いします。大城美咲です。柳峰凛です。津健城かすみです。はい、アシスタントは FM 小座のゆみが、なんだ、チンギスチャーモンハンを、もうこれさ、何回も練習してもかむ、チンギスチャーモンハンを、今日は特別番組としてお送りいたしました。それでは皆さん、またの機会に。はい、さようなら、さようなら。さようなら。